大です。もう終わりなんですけど、最後に紹介します。僕が次にやってる脚本がバイオハザードのリベレーションズって 3DS 用のゲームなんですけど、来年リリースされるやつに僕は脚本をやってます。ここに置いてあって遊べたんですけど、もう終わっちゃったんですけどね。来年には出るので、アメリカ版ではレジデントイーブルですけど、日本版ではバイオハザードです。ぜひ楽しんでください。僕はすごいゲームが好きで、例えば、FPS のゲームがすごい好きです。基本的に FPS のゲームがすごく大好きで、まあいろんなタイプの、例えばボーダーランドとか、それとかもう何より好きなのは、TPS ですけど、デッドスペース、デッドスペースは2も好きですけど、1が本当に好きでしたね。見てください、プロトタイプ2、これね、1も本当に面白かったんですけど、2もすごいよくできてて、めちゃめちゃ楽しみです。もう最終日の5時でね、もう終わってるんですけど、こんなに人がいっぱいいるのはすごいなと思います。あとあっち側にもスターウォーズのゲームとかあったり、オールドリパブリックっていうネットワークゲームですけど、それもすごいやりたいなと。あと僕も脚本で参加したヘイローも素晴らしい。リーチは僕はやってないですけど、ヘイローレジェンドっていうアニメーションのシリーズの中の一本を僕は脚本を書いたりしています。本当に好きで、仕事、ヘイローの仕事もできたのも僕はすごい嬉しいことですと思ってます。まあ、なんせね、終わっちゃいそうなんで、このなんか祭りの後感も含めてなんかちょっとドキドキしますよね、すごくもうアポロ AT 超楽しみで、僕まだ見てないんですけど、SF ですごい面白そうだなと思って、フリーダムって僕のタイトルの中でアポロシリーズをテーマにしたんで、ね、そういうのも映画自体も新しい情報があったりもするんで、やっぱコミコンって漫画だけじゃなくてゲームとか、あと映画とか、あともう何より好きな、今日の夜やるらしいですけど、ウォーキングデッドのセカンドシーズン今日やるらしいですね。すごい楽しみです。僕はウォーキングデッド大好きで、なんか今度はスティーブン・キングが参加するらしいっていうのも聞いてて、なんかすごい楽しみなんですけど、ダナボンが降りちゃったのが本当なのかもすごい気になって、今日の夜すごいチェックしたいなと思ってます。はい、そんな感じで、こう、マスエフェクトありますね。マスエフェクトもいいゲームですね。エレクトリックアーツのゲームもすごい大好きです。あとロックスターのゲームは本当に好きで、今日ロックスターの人とちょっと会って挨拶できてすごい嬉しかったです。まあ、ロックスターの中では何よりレッドデッドディテンプションのアンデッド、もうゾンビものが本当に大好きなので、もうゾンビをやることも、まあ、ある意味ストレス解消の一つですね。わお、マスエフェクト、で、ヘイロー僕は Xbox も PS3 もみんな持ってます。 あとここがことぶき屋さんつって、フィギュアを作ってくれて、僕はここでサイン会やったんですけど、あそこに鉄拳のクリスティで、鉄拳のアリサちゃんもこの後出ますんで、でこの次にアスカちゃんが出るんですけど、すごい楽しみです。めちゃめちゃ出来がいいんで、よかったら見てってくださいって感じですけど、というわけでこれが鉄拳のプロローグで出てくるやつですね。鉄拳タック2で出てくるもので、クリスティもいます、ヨシミツもいます。で僕の大好きなアリサちゃんが、まあ To be continue 的な、次回ぜひ、来年には出ると思うんで楽しみにしたいなと思って、このイラスト描いてるのは山下俊也さんって言って、すごく僕も大好きなイラストレーターの方が鉄拳をリファインしてるという感じです。で次アスカちゃんが出るらしいんですよ、楽しみで。ことぶき屋さんすごい面白くて、これアイスがハンソロアイスとか、R2D2 アイスキューブが作れるとか、これ僕すごい好きで、お土産にことぶき屋さんにいただいたりしましたけど、ことぶき屋さんといえば何よりこうライトセーバー箸、これもたまらないですね。ライトセーバーの箸をっていう、チャップスティック、イエス、これはもうそれぞれのオビワン用とかね、アナキン用とかあったりして、すごい素敵だなと思います。ことぶき屋さんもチェックしてくださいね。そんな感じでもう終わりそうなこのイベントなんですけど、
僕は、まあ、また来年も来たいなと思いますし、あとサンディエゴのコミコンもぜひもう一回行きたいなと思ったりしています。まずは楽しみ方がすごくこう違いますよね。日本の楽しみ方はやっぱりあの家に入るというか自分の中で咀嚼するという感じがあると思うんですけど、まあ、あのアメリカ特に今回のニューヨークに関して言うともう本当にこう心か体で楽しむって感じですかね。だからすごく、見てて楽しいですね。あの見ながら大声上げたり何やってんだみたいな感じのことを僕はあの観客席で見てたんですけど、今日の上映会もその周りから声が上がってるのを拍手とかも含めてすごくいい経験だなと思いました。そこが一番大きな違いかもしれないです。いろいろあるんで長いんですけど短く話しますと、僕が、作詞家をやってた時にあのアニメーションの作詞をドラゴンボール Z とかマクロスプラスとかをやってるんですけど、そのマクロスプラスの監督の渡辺慎一郎という人がいたんですが、その渡辺慎一郎という人に僕は当時雑誌のライターだったので取材で会った時に、僕は DJ もその時やってて、その彼はそういう音楽が大好きで、取材で会った時に今度自分が何か音楽的なアニメーションの作品を作りたいと思ってるから、それをやる時にはスタッフとしてそのブレインとして参加してくれないかって言われたのが、95年ぐらいですかね。それでそこで誘われて、舞台設定という役職をやったんですが、その役職が、やることになったきっかけになった作品がカウボーイビバップという作品で、そこでコンピューターの設定やエドっていうハッカーのキャラクターが出てくるんですけど、そのキャラクターの主役にした回を脚本でやってみないかって誘われて、初めてアニメーションの脚本というものに関わるということで、デビュー作はカウボーイビバップになります。作ってる時は何をやっていいのかもわからないですし、未だに笑い話ですけど渡辺慎一郎さんに君が最初に書いた脚本は1時間でも収まらないぐらい長かったよって言われましたねだからただ僕が出来上がった時のフィルムを見た時にやっぱ感動したんですね。で自分が書いた文字がもう本当に200人の人が関わって音がついて絵がついて演技があって、それがこう上映というか放送された時の自分自身のリアクションも含めて、あ、僕にとって一生やるべきやりたいと思う仕事はアニメの脚本というか脚本だなって、今まで僕は最初テレビの放送作家や作詞家やライターや、まあいろんな仕事を、ただ文字を書くということでは共通するいろんな仕事をやってきたんですけど、それの全ての経験が役に立つ。しかも僕はライターをやってる時思ってたのは、誰かが何かを作らないと僕の仕事はないんですよ。何かを紹介する仕事なんで、ライターっていうのは。それが自分脚本をやった時に誰かに紹介される仕事っていうのを初めて経験したんで、あ、この仕事をやっていきたいってすごく正直に思って、その時に他のライターの仕事を全部やめて脚本家のなるための、なんて言うんでしょうね、企画書を書いたり勉強したりっていうことを始めたって感じですね。僕が提案することはあんまりないんですよ。例えば音楽こういうふうにした方がいいみたいなのをやったのはエウレカ7ぐらいで、他のものに関しては監督が望んだことで音楽が決まって、で脚本を書いてる段階では実は音楽はないんですね。決まってないというか順番としては逆なので。でも僕は音楽が大好きで、自分にとってブラッドというか血のようなものなので、例えば勝手に今日は暗いストーリーを書くなと思ったら、まあ分かんないですけどシューゲイザーみたいな音楽を聴いたり、今日はちょっとラブストーリーだなと思ったら、まあ、ネオアコースティックとかアノラックとかを聴いたり、ちょっとこうファイティングだなと思ったらグランジだったりを聴いたり、もっと未来だなと思ったらダンスミュージックの、しかもテクノとかダブステップとかを聴いたりしながら仕事をすることはありますけど、それを直接例えば演出家や、まあ、プロデューサーにこういうのにしましょうよみたいな言うことはあんまりなくて、ただ最近の自分のプロジェクトではそういうことも頼まれるので、そういう時は
サジェッションしたりすることはあります。